断しないでね、メダカちゃん。いつか君の寝首を解くかもしれないぞ。それがいい、それがいい。私の寝首を解くのが貴様の一番大切な仕事だ。よし、一高生筆頭、剣桃太郎。私は正しくなんかない。ただ正しくあろうとしているだけだ。行くぞ。だやっやっ、私が相手をしてやろう。僕は熊川みそぎで、遠慮はいらない。僕と完全に同じになる。負けて這い上がる者が強いのだ。